改めましてこんにちは、秋野香織です。今週は区内で活動している団体をご紹介します。今回ご紹介するのは夏にぴったりの団体ですよ。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの大河内貴子です。私は今月島社会教育会館に来ています。こちらでは様々な団体やサークルが活動しています。その中から今回はこちらの団体をご紹介します。皆さんこんにちは。私たちは大江戸月島ウクレレクラブモアナムーンです。まずは私たちの演奏をお聴きください。わたりなだひだひ、ワン、ツー、スリー、フォそれでは大江戸月島ウクレレモアナムーンを代表して小林正義さんにまずお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや演奏素晴らしかったです。ありがとうございます、じゃあちょっと団体について聞いてみたいんですが、このウクレレサークルはいつから始めたものなんですか？約6年前ぐらいになります。最初は始めた当初はどれぐらいだったんですか？7名ぐらいでしたね。まあ、今何人ぐらいいらっしゃるかですか？12名、はい、そのぐらいです。小林さんはどういうきっかけでウクレレを始めようと思ったんですか？中央区の桜川生き生き館というところで、ウクレレの教室をやってるよということで、顔を出した時にこの金沢先生がいまして、それで勝ち時でこういう演奏会やってるということをお話伺って、こちらに次からこちらに移るようになったんです、なるほど、ね、こうサークルの雰囲気としてすごく和気あいあいが伝わってくるんですけれども、はい、団体のお名前のモアナムーンのモアナがハワイの言葉、ハワイにモアナサーフってホテルありますよね。海を表してるから、とってもいいなと思ったんです。というのはここは東京湾に面してますよ、ね、ああそっか、だからそれで海とで月島だから、モアナムーンと、ハワイの言葉と英語組み合わせておしゃれですね。
ウクレレをやっていて良かったなと思うところはどこですか？そうですね、まずはこうやってサークル活動みたいにして人と交えますよね、うん、こういう発表とかそういうのがあれば当然みんなと合わせなきゃいけない、うん、いわゆる自分勝手なことができないっていう協調性っていうか、そういうのが非常に大事だなと思いますよね。で、私らももう年取ってきてるから当然こう表へ行く機会が少なくなってきてるんで、特にそういうことも考えるとこういうサークル活動っていうのがやっぱり大事かなっていうのは一番思いますね。もうお仕事退職されたりお子さんの手が離れたりすると、うん、なかなかこう団体で何かをするっていう機会が少ないですね。特にね、男の場合は表だんだん出ていかなくなっちゃうでしょ。とあとは家にいてテレビを見るだけの世界になっていっちゃう。それじゃあ閉鎖的になるし、うん、つまらないからね。とってもこうなやりがいがあるっていうかね、そういうのを感じますよね。ぜひこの区民の皆さんに発表の場があったら詳しく教えてください。今はですね、活動しているのは月1回の勝どき、敬老館の誕生会を毎回、うん、毎月1回やってまして、うんうん、あとはそのイベント時期、七夕だとかそれからクリスマス、うん、そういうののイベントの時に保育園で、あ、じゃあ敬老館だったり保育園だったりに、そういうので月1回以上は、うん、演奏を皆さんでされてる。そういうことあ、いいですね。発表の機会がたくさんありますね。そうですね。だからその時にメンバーの中にフラダンスを踊る人が2人いるんで、うんうん、で一緒にフラも皆さんに見せて、へ、うん、結構華やかになるんですよ。はあ、はい、皆さんウクレレも弾くし、うん、歌も歌うし、ウクレレで歌って踊るというダンスもするし、うん、多彩ですね。そうですね。こう、うん、敬老館だったり保育園に行って反応はどうですか？いや、子どもたちはものすごく喜ぶし、うん、で誕生日で お名前呼ぶでしょ、うん、ハッピーバースデーという、ハッピーバースデー何々さんって、あ、嬉しい。そういう時にやっぱり手を挙げてくれたりとかって、うん、もうこうやって喜んでいただけますよね。へ、うん、自分のための演奏がね、嬉しいですよね。そうそうそう、うん、ただ練習だけじゃね、やっぱり下手うまいは別にして聞いていただける人がいるということは、なんか一生懸命やるじゃないですか。それと同時に自分も楽しめるという、とってもこうやりがいがあるというかね、そういうのを感じますよね。それでは最後に聞いている方にメッセージをお願いします。はい、私どもは大江戸月島スポーツ振興の中のモアナムーンというチームでウクレレの会をやっております。で特に男 のメンバーが少ないものですから、男の人ぜひ、時間のある方は来ていただくように、お願いしたいと思います。ぜひみんなとっても楽しい会なので待っておりますので、ぜひ来ていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ここまでは小林さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。それでは最近サークルに入られた方にお話を伺います。お名前を教えてください。私内野と申します。内野さん。矢部と申します。矢部さん、まずはいつ頃サークルに入られたんですか？去年の4月からなんですけれども、4月からお二人ともですか？一緒にもともとフラを一緒に習ってまして、音楽学校みたいなところだと本当にできない人って受け付けてくれないんです。で、中央区のお知らせを見たら、うんうん、ちょうど4月からウクレレ教室が新しく、うん、前からやってるんですけど4月がまた新しい受付であるというので、うん、それを2人で見て、で連絡を取って、まず最初に見学みたいな形で来たんですね。うん、それが初めなんですけれど、内野さんにもウクレレやって良かったことをお聞きしたいと思います。すごく良かったと思ってます。私のストレス解消法です。一人で習ったところをただ音を出すだけなんですけども、
あの気分が爽快になります。うん、サークルを始めて、こう毎日の生活っていうのは何か変わったところとかありますか？あ、そうですね、こうこのサークル自身がすごく温かいサークルなので、やっぱり一日いい気分になりますわね。これで歌と楽器に触れたことはすごいいいことでした。楽しくなります。やっぱりハワイアンってすごく癒しなので、本当に内野さんと同じですけれど、その日一日本当になんかほんわか楽しい気分になりますし、去年から結構毎日のようにハワイの風を感じながらみたいじゃないですけど、何でしょう、楽しく生きていけるっていうかできますね。なんかやっぱり中央区民でよかったなって、中央区のお知らせ見なかったらウクレレ持っててもできないままだったので、中央区民でよかったと思ってます。ありがとうございました。それではこの後もウクレレサークル活動楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは参加者の植木さんにお話を伺います。お願いします。お願いいたします。ウクレレはいつからされてるんですか？当初からで6年になります。発足当初からされて、はい、何もできなくて、最初は初心者で、そうです、未だに譜面も読めなくて、譜面が読めない、はい、先輩たちに教わって、あ、じゃあ音で聞いてこういうメロディーだなっていうのを、そうです、そうです、あ、そうですか、はい、へえ。サークルやってみてよかったなと思うところどこですか？そうですね、若い時にやりたかったんです、ウクレレを。でもやっぱり仕事をしてたんでできなくて、で母の介護が終わったんで、さあやろうかなって言った時にちょうど大江戸のが出てたんで参加したんです。でやっぱり兄弟みたいな関係で皆さんとお付き合いができるんで楽しいですよ。メンバーは兄弟みたいに、そうです、兄さん姉さんと呼んでおります。そうですね、はい。雰囲気植木さんから見てどうですか？とってもいいですね。皆さん優しいしね、はっきりものを言ってくださるし、こういうメンバーっていうのはないですよね。はい、こうウクレレ演奏以外にも交流あるんですか？皆さんとですか？ええ、そうですね、たまになんか煮物ができたからとかって言って姉さんがくれたりしますよ。ああ、そうですか、はい、お米がね田舎から送ってきたとかって言っていただくんです。ああ、じゃあもうウクレレにとどまらないこう交流があると。そうです、そうです、はい、ああ、そうですか。私も譜面もでき読めなかったし、ウクレレも弾けなかったけど、何にもできなくてもいいから手ぶらでいらして、中の雰囲気でだんだん皆さん教えていただくし、楽しくなりますから、うちの中に閉じこもってないでどんどん出てきてください。ありがとう、楽しいですよ。ありがとうございました。ぜひこれからもウクレレ続けてください、はい、ありがとうございます。頑張ります。それでは最後に演奏をお聴きください。アロハオエ。ワン、ツー、スリー、スリー、アサー。Oh,
皆さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内ではたくさんのサークルや団体が活動しています。ぜひ皆さんも仲間と共に新しいことへチャレンジしに参加してみてはいかがでしょうか。